こんにちは。今日はですね、あのペヤングから超ボンビーな焼きそばが出たということで、早速ゲットしてきました。それでは、おーちゲラ。焼きそば、よしもり超ボンビーなんじゃこりゃー。実はですね、昨日はじめさんが動画を出されていて、で、この焼きそばの存在を知ったんですけど、具材、ふりかけ、スパイスが全く入ってないらしい。私ペヤング大好きで、いろんなシリーズ食べてるんですけど、私的にはあのキャベツのシャキシャキ感が好きでした。だけど何ペヤングも美味しそうでですね、今日は昨日のはじめさんの動画でこのペヤングどのぐらいの速さで食べれるかっていうのをやっていたので、私も女性はどのぐらいの速さで食べれるのかっていうのをやっていきたいと思います。でちょっとまず開けてみましょう。こちら普通に気になるとね、じゃん、クオカード500円分が入ってるらしい。あー、本当に何も入ってない。麺はいつものまんまだけど、ソースだけで火薬も何も入っておりません。クオカードもなさそうでございます。じゃーん、完成。おー、ん、結構な量だぞ。では女性はどのぐらいの速さで食べれるのか。ちなみにはじめさんは2分55秒27。いただきます。スタート。よし、止めてしまったけど、飲み込むまでが10秒ぐらいの誤差ということで、6分45秒83。全然遅い。あー、美味しかった。ん、なんだよ、なに、ラリ君の分はないんだよ、ごめんね。ダメ。ありません、ラリの分はありません。ごめん。キャベツもあるのも美味しいけど、なくてもペヤングって美味しいんだなって思いました。あ、990キロカロリーだって。すごく美味しいので、ぜひ皆さんもチェックしてみていかがでしょうか。皆さんは絶対真似をせずに、ゆっくりよく噛んで味わって食べてみてください。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。インスタとツイッターもやってるので、概要欄からフォローよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。